はい、のろいさん、こうすけです。今回もまた PC でフォートナイトやっていきたいと思います。今回はパート2です。で僕またレベル15レベルまで練習してきたので、一回ソロを行ってみましょう。ゴッ。一応僕キー配置変えて、まあでもパート1の方よりかはまあ結構、まあ、ちょっとだけ上手くなってんじゃないかなっていう感じですね。まあ、それでやっていきましょう。ゴー。よし。で今チャンネル登録者数9人なんで、あと1人でコウスケアヤのチャンネルが10人いくんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。目標達成になるんですよ、10人で。でその次は15人。このチャンネルな、まあでもどんどんゲーム実況とかやっていくんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よし、ということで今回はどこに降りるかというとね、僕弱いんだよ。だからリスキーリーズに行こうかな。行きます。で僕の感度めっちゃ遅いんだ。それだけは本当にごめんなさい。建築とエイムがもうダメだからね。私ね、あ、やっばめっちゃ敵クリア。あ、エージェン死ぬか。はぁ、危ないっていうか、一人ぐらい敵来た。え、一人敵来とるやん。一人敵来とるよ。ちょっと。いやもうさ、これでさ、もう収拾されたくないから。サブマ。次の動画でもフォートナイトやってほしかったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ゲーム実況か、まあね、次はもしかしたらマインクラフトになるかもしれないです。マインクラフトとフォートナイトどっちがいいかな、みんなどっちでもいいって感じかな。いや、これピストルいるよ。アサルトいらないよ。動けないよ。動けないよ。スラープフィッシュが来ないよ。おお、デカポあった。目標3キル。これ3キルできなかったのね、もうこれ。ちょっとね、初心者が出ちゃうんですよね。僕もね、やっぱり、まあ、結構練習してるから、まあ、どんどん上手くなっていくと思うんですけど、今は上手くなりません。以上です。ということで、今回はなんとね、目標ね、3キルで、次のフォートナイトやるときのチャレンジはもう決めます。何がいいですか。何色縛りとかか。じゃまず1回目はなんか武器、何色武器チャレンジとかやって、でその次は英語禁止縛りとかをやりたいですね。英語を喋ったら何々するっていうのを僕はや
ってみます、もしかして。次の動画は本当にチャレンジ系でよろしくお願いします。ミニ汁で僕一切れでもすごい方なんで、僕的にしてはだけど、いや待って、敵いなくなったんじゃね、敵、え、敵はもしや忍者か、敵はもしや忍者か、いないんだけど、まじでさっきの敵、まあ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 、だからもうね、もうちょっとクリエイターサポートを やりたいんですけど、クリエイターサポートする方が分かんないんですよ。チャンネル登録者数10人いったらなんかやります、なんか、なんかやります。はい、ということで今回じゃあ次は激戦区に向かいたいと思います。激戦区といったら、まあ、激戦区じゃ激戦区なんだけど、結構これ敵いるかな。あら、俺結構建築慣れてきたよ、結構自分の自分で自慢をする俺。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、で、このフォートナイトのパートを見てなかったらぜひ見てください。はい、ということでね、敵がいるかな、敵なさそうですかな。目指せ3キル。待って、敵いないんだけど、ね、待って、ガチで敵いない。次僕行ってほしいですか、皆さん。一斉のせ、じゃあ僕目つぶってやるんで、それ近いところに行きます、この円の中で。どこ、え、レイジーレイク、めっちゃ遠いんだけど、でレジレイク行きます。ここは多分早送りになると思うんで、みんなフレンド申請送ってくれよ。今だけだからな、フレンド申請を送っていいようにするのは今だけだからな。まあ人気が出てきてもまあ別にいいって感じかな。でさ、ここさ、やっぱりやめていい？これさ、時間がもったいないからエージェンシーに行きたいと思いますよ。エージェンシーどこ？こっちか。でも僕の武器はもうね、確実に揃ったんで、びっくりした、あの魚が敵かと思った。エージェンシーにはいるでしょさすがに。ララ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 ラ、クラクショットなんとか、ちょっと待ってね、敵なさそうじゃない。あ、いるいる、見て、あのロケラン見て、花火、嘘、
ちょっと待ってね。ちょっと待って。ヘンチマンにもやられるんで、ちょっと待ってね。これさすがに金庫開いてるよね。ちょっと待って。 OK。 ねえ待って、普通の敵。ちょっと待って。僕今ね、多分ね、アジアサーバーだと思う。自動だった。ね、待ってこれさ、どれが一番弱いの？サーバーで。ちょっと僕、よくわかんないんだよね。まあ、スイッチの方でも僕は初心者だから。はい、ということで今回の動画はもうこれでおしまいにします。このチャンネルにグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。また次回のパート3で会いましょう。バイバイ。